はい、どうも、こんにちは、手袋です。今日はトークンデッキの番頭ですね。はい。すいません、昨日出した動画もちょっとトークン、白炭のトークンだったんですけど、ちょっとまあ若干テーマ被るんですが、まあちょっと動きは全然違いますというところです。で、まあメインとなるのは主軸はこれですかね。3匹の盲目ネズミ。まあ1章で11トークン出して、2、3章で、コピー、トークンのコピーを生成できる。で、4ターン目には、コントロールしてすべてのクリーチャー11修正と警戒持つみたいな感じですと。で、まあ、これで何したいかっていうと、まあ、タミオをちょっとね、使いたいっていう感じになります。まあ、タミオで、マイナス X して、墓地にあるパーメントを、戦場に出せるんですけど、それってトークンとして出てくるんですよね。なんで、墓地にあるこのネズミとかを、このタミオで、戻してやると、まあ、ネズミが戦場に2個あるみたいな状態になるんですけど、次のターン、さらにその2つのネズミが、まあ、2章、3章で、それぞれコピー作れて、で、さらにもう1回みたいな感じになるから、もう、かなりの数が増えるんじゃないかというところでございます。で、当然、モンドラクも入ってて、で、あと、まあ、この移植された自我ですね。これとかも、まあ、墓地から戻してトークンにしてやれば、この、モモコネズミでバリバリコピーして、相手のクリーチャー、ほぼほぼ奪い取るみたいな。コピーすれば、これ追加コスト発生しないんで、まあ、そういう意味でもいいかな、というところです。で、あと、イエナですね。まあ、ちょ、1枚しか入れてないですけど、赤羽の姿勢イエナ、4マナ44で、2マナタップで、自分のその、まあ、エンチャント、で、同じ名前を持たないエンチャント一つ対象としてコピーするって感じですね。まあ、なんでまあ、タミオはちょっと墓地にどうしても、そのパーメントというか、コピー対象がないといけないんですけど、イエナの場合は、まあ、戦場に、とりあえず1個だけ出てりゃ、逆に1個だけ出てる状態だったらコピーできるって感じですね。2マナタップ。というところです。で、結構クリーチャー出る想定なんで、まあ、召集でドローしたりとか、あと、交渉団の保護ですね。まあ、コントロールするクリーチャー1体につき1払わない限り打ち消すっていうやつも入れてますと。で、あとはまあ横並ぶために瞬速タイミングでちょっとこの辺出したいなっていうのと、あと祝祭の出迎えですね。まあこれのちょっとマナ少ないようだったって、まあそういうシーンあんまないかもしれないですけど、まあ宝物トークンとかも一応増やせる対象ではあるんで、コピーできる対象ではあるんで、これとかでね。はい。っていう感じと、まあ、あと芸術的な教室、はい、召集付きの、打ち消しと、ドローですね。あと、まあ、忠義の特目も入れて、がっつり行こうかなと。並んで、1カウンター置いて、警戒っていうか、アンタップしようかなという感じでございます。はい。なので、まあ、ちょっとね、こいつで、ボコボコネズミが出せるように頑張りたいというところで、やっていきたいと思います。それでは、対戦、よろしくお願いいたします。はい。シュールすぎるこれ。いないな。いるんかい。えらい時間かかったな。ベリアナ。まあ土地でもいいけどネズミにします。あー難しいところ、これかこれかで悩んでます。
まあ、いかんねえぞ。閉じてよかったんで。それ次、もう一回捨てないといけないかな。You couldn't be more annoying. はい。またなんか出てくるか。We all have things we'd rather forget. コピー。これいくつで出てくるんだっけ？3で出てくるのか。とりあえず殴るは殴る。Watch it. まあ、早めに出してしまえば、もう今出しちゃえばあれか。無限じゃないんだけど。マイナス3もしちゃおうか。こいつを犠牲にしてでもやっちゃおうか。さあ入れよ。エンチャには触れまい。ソリン。You fight for me. ああ、まあ打ち消しでいっか。はい。はいはい。さあネズミのお祭りの始まりだぜ。はい。はい、シェルデッキトップ。これドローじゃないからね。はい、その前にこれ出す。まあドローはする。はいはいさあ並ぶが、これ間に合うのか。はい、でさらにこれ置くと。でもうね、これをあ、これ別にいくら置いてもいいっちゃいくら置いてもいいからな。2体1体ベリアの方がうぜえな。ハツカネズミ軍団。打ち消しが腐り倒してますけどね。ちょっとでも減らしておこうという。これやばくない？これいくつ出てんだエンチャント。ちょっとこれ減らしていく、捨てていく。これなんだ。
ああ、はいはいはい、そういうやつね。ドロー。わあ、マジっすか。いいんすか。いくつになるこれ。わーい。これ次やばいことになるこれ。次回ってくれば。次殴れはしない。このターン。ほら。さあ、バイバイゲームがさらにバイバイになる。Haven't you ever heard of personal space? はい。デキトップ入れない。でベリアナもう一回出す。一向に構わん。Off you go. はい。まあこれもうこのターンでバイフもつけちゃおうか。ああでも4点減らしていいんか。まあいいやっちゃうか。これ次この次ボコン殴るしな。ほら、はい、全員殴っていいな。これするのが時間かかる。よくわかんないですけど。ああもうわかりません私。おらおら。もう殴るか。関係あらへん。まあ、こうかな。あと3点。デキトップ入れない。ありがとうございます。さすがにちょっと重いんだよな。2マナ液結構入れてるんだけどね。もう困った困った。白ねえし、そして白ねえじゃんって。2ターン目動けないのきついな。瞬足ない。はい、特目はいはい。あれだったらこっち出しとくか。放ろうか。はい。まあ、そうっすよね。はい。なおね。いや、ちょっと待ってよ。
一旦この謎のやつ出しとくか。謎のやつとか言っちゃダメだ。墓地に何にもないかな。はい、トークン。おっと。まあもう一枚あるんだろうね、ホール。めっちゃドローする。ああ、いいんじゃないですか。とりあえず20日ネズミさん、じゃあ出します。出しますか。オーラだったらアンタップできるのか。さすがにまだいいな、じゃあ。さあ、並べる勝負に なりそうですね、これ。ああ、うちもそれ欲しいんです、そいつ。そいつ欲しいな。あとは、マナベースが。こいつは実は人間じゃないって。侍だから。聞くしかいない。3マナ出るよ。これもらう？ワンちゃん。20日ネズミ。ああ、モンドラク先出すか。うん。モンドラクいいな。で、一応、召集もあるから。打ち消しね。はい、どうぞ。まあ向こうも入ってそうだけどね、デッキ的に。ああ、でもなんかこれランプしてみたいな感じなのかな。残念だったな。なるほど。これいらね。いてて。そういうのも入ってんのか。なるほどね。お前は特目出してもいいけどね。出しとくか。うん、今のうちに出しとこうか。あ、間違えた。さっきタミオだったかな。まあいいや。攻撃クリーチャーね。一旦いいんじゃない。あ、違うわ。一旦いいんじゃないじゃないや。殴っていいんだよ。アンタップすんだから。最悪。ぼーっとしてますね。なんかこれ欲しいんだけど全然来ねえな、さっきから。セラモハンは欲しいな。欲しいなっていうか、ID に出させたくねえな。でもあれ出すってことは、まあ全除去はハンドにないから。あ、そういう感じね。召集がしたかったのね。はいはい。あー、あんたこれでないやつだって思っちゃうから。じゃああいつだな、ターゲットは。これの。え？破壊すんの？全除去ないからとか言っちゃったけど。
一旦お掃除すると、まあいいでしょう。またそれも一挙。違う、向こう土地やべえな、なんかすげえ。はい、竹枝出していく。警戒持ちになる。で、まあもう一回これ出して、いや、これちょっと弱えな。はい、あー、でこのタイミングでもう民を使っちゃってもいいけどね。使い切るか、せっかくだから。あー、プラスから入るか、なんなら。プラスから入ってもいっか、これだったら。もうこの打ち消し構えてもしょうがないしね。やっぱり、増やしたいな。やっぱり増やそう。スーパートークンモードにしよう。これやばくない？これこれ、うれえ。はいはい、問題ないっすね。オタクもこれがしたいんですか？これでさ、こっちのやつ呪言ついたらエグいんだけど、結構。あー、でもそんなにいっぱいやっちゃうとね、相手爆発しちゃうからね。これ唱える、対象これ。ほら。くれ、それ。これはひどい。これは切れるやつ。でも破壊風も今つけれないからね、これ。はい。お、なんか、なんか。はい。で、カウンター乗ってアンタップだから、これ。なるほど。やるじゃないか。あなたはこの時食いたい。ああ、じゃあこれ全然余裕でこれじゃあ唱えていいんじゃん。はい。ひどい話やで、これ。まあ、やってみるか。ちょっと2マナ駅か土地を引くことを願いましょうか。同じスリーブだ。相手一マリ、よろしくお願いします。挨拶ない。とりあえず特目は構えた状態。まあ、使っていくか。はい、あ、フェアリーってことね。はいはい、フェアリーなことは分かりました。ペットもフェアリー。かわいいな、これ。君か。がー、それ強えよな、マジで。見ようかな。
まあこれ確かに悩むわな。僕だったらタミオかな。これはないかな。あ、それなんだ。タミオ出しとくか。まあ除去レースってことなのかな、だから神を。まあそれに使ってくれるなら、まあ使ってくれた方が。はい、もう一回捨てると。精神交差モンドラックかな。なるほど。ね、まあ、イエナを置くか。で、イエナ置いて一旦タップしようか。Our will cannot be denied. はい。タミオを殴る。Submit! And by Russia will embrace you.はいはい。間違えた、計算。フェアリーもう一体。長方位置。あれはタミオンを殴るしかないね。さあ、ハンドはこっちの方がだいぶ温まってはきたが。なるほど。どうしようね。これ出しとくか。でももうなんか奪っちゃっていいような気もするんだよね、この辺。奪うか。押せようか。で、こうして、これも殴っちゃうと。はい、じゃあトークンコピーは一応できるから。出たね。もう打ち消しは意味ない。あれは2回一応アンタップできる。これなんかドローのやつ入ってんのかな、相手。そしてこれでしょ。
でもいいけどね、もはや。まあでも別に後でもいいから、こうしようか。はい。で、あ、同じ名前を持たないやつだから、そっか。まあ、降臨しとくか。うりぃ。いけ。これ次に2回発生するからな、これ。はい。まあ見た目もいけるけどね。あれが何かによる。ああ、そういうことか。これでドローする想定だったのかな。唱えれる。ターンもらいます。ありがとうございます。いや、やっぱあの自我をコピーできる状態になったらだいぶもう相手のクリーチャーの人権ないな、ほぼ。これ、これ。まあそういう意味ではタミオは結構、なんだろう、出てもあのすぐ墓地行っちゃう感じでマイナスいきなり使っちゃって良さそうっすね。今までの動き見てると。まあフェアリーとかも結構、なんだろう、まあこういう誤報とかついてるやつにちょっとプラスとか打ちにくいから、まあそれとかも込みで、まあ、フェアリー相手とかだったら、ね、飛行も多いし、それをこっちのパーツにしちゃえば、割とブロッカーにもなってくれるから、いいんじゃないでしょうか。まあ、最後、はい。ネズミもだから、これで、まあ、こいつもちょっと初めて3戦目にしてようやくコピーできたというところでしたが、まあ、同じ名前を持たないエンチャント一つだけなんで、まあ、そういう意味じゃ、あの、なんだろうな、初動というか、こいつらが、結構どうしようもない、まだこのコピー全然出てない時に、まあどっちかというと出してやる。まあこういうのがシンプルに戦場に出てる時とか、まあこういう感じで1個だけネズミ出てる時とか、まあ特目出てる時とかかな。っていう感じで増やしてあげれば、はい、いいかなと思います。まあ一、本当はあのピン刺しとかでいいと思いましたね。確かに。はい。そんなとこでしょうか。まあネズミたくさん出せてよかったなと、楽しかったなというところでございます。はい、動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。